平成二十八年春第一問一富権の問題です。不確実性の、えー、元の行動に関する次の記述のうち正しくないものを選ぶという問題になっています。A はリスク中立的な経済主体の場合、分散の大きさは選択とは無関係。B はリスク中立的な経済主体の場合、期待効用関数は上に凸の形。C はリスク回避的な経済主体の場合。 期待値が大きい方を選択するとは限らない D はリスク回避的な経済主体の場合リスクプレミアは正であるとこの中から正しくないものを選ぶこのような問題になっていますでは回答に参りましょうまず最初に B から行いたいと思いますリスク中立的な経済主体の場合効用関数期待効用関数は上一つの形をしている では消費者のリスクに対する態度と期待効用関数のグラフについてご説明しますまずリスク回避的な人というのはこのような上一つの効用関数になっていますこれは多く消費しなくてもある程度消費しても満足を得れるという人たちでこのようなのをリスク回避的というふうに言いますでは次にリスク中立的これはこのように直線的に なのでどこの消費量であってもそれに比例した功用を受ける満足度を受けるという形になりますこれをリスク中立的リスク愛好的はこのように下につで消費すればするほどその満足度は急激に上がっていくものこのような人たちをリスク愛好的というふうに言いますなのでこのような人たちはなるべくたくさん消費した方が満足になるということがわかります よってリスク中立的な期待効用関数というのは直線であるため問題では期待効用関数は上に凸の形をしているというふうに言っていますがそれは正しくないということがわかりますでは次に A に参りましょうリスク中立的な経済主体の場合に分散の大きさは選択とは無関係ちょっとここでの分散というのはわかりにくいですよねまず効用関数のグラフを考えましょう リスク中立的な場合というのはこのように、えー、用関数は直線的なな形になりますでここでは何を考えるかというと消費者というのは C か C を消費するという選択肢とその真ん中であるこの2分の C プラス C を必ず消費するというまあ2つの選択肢があるとします。 この確実に2分の C1 プラス C2 を消費する場合その満足度というのはここの2分の C1 プラス C2 の効用という形になるわけです。ただ C1 か C2 かわからないけれどもこのどちらか消費しますよというものですと C1 の消費した時の効用がこの UC1C2 を消費した時の効用が UC2。 でこれのどっちか分からないで、まあ、例えば半々の確率で消費すするとしますそうするとこの、えー、C1 か C2 を半々の確率で消費するといった場合の効用というのはこのような2分の UC1 プラス UC2 という形で表されます。なので不確実な消費なので C1 か C2 を半々の確率で消費すると。 いう場合のの用期待値ですねそれと2分の C プラス C を確実に消費するその場合の紅用というのはこれはこの直線的な場合ですとこれの半分もしくはとこの真ん中にあるこの紅用というのは必ず等しくなります。よってここで言っている分散の大きさというのは分散の大きさというのは この不確実なものと確実なものの比較のことを言っていますよってこれはその大きさは選択とは無関係になるとどちらを取ったとしてもこの効用は等しくなるわけですよってそれとは無関係であるということは言えるためこれは正しいということになるわけですでは次に D ですね リスク回避的な経済主体の場合リスクプレミアムは正であるとここも先ほどと同じようなことを考えます確実にこの2分の C1 プラス C2 を消費するそれと C1 か C2 どちらかを消費するこれは半々の確率というふうにしましょうそうした場合にこの分の C2 満足度この満足度を得られる消費確実に消費する場合はこの2分の C プラス C2 この C1 か C2 のどちらかを選ぶでもそれが確実でない場合その時のこの効用というのは確実に C1 を消費する場合というのはこの点確実に C2 を消費する場合はこの点でそのいずれかになると。 いう場合にはそのいずれかどっちかになるという曖昧な場合はこの直線上にその効、えー、用満足度が来るわけです。そうするとこの効用を得るための確実な消費というのはこの二分の c ワンプラス c 二。どっちか消費するんだけれどもって曖昧な状態ですとその場合の消費はここの点に来るわけです。よってこの差がリスクプレミアムと。 いう形で表されますよってリスク回避的な場合,な場合というのはこの効用2分の C1 プラス C2 の U これをこの消費計画2分の C1 プラス C2 で確実にこれを得れるとただ C1 か C2 かどちらかっていう曖昧な状況ですと。 この同様の功用を得るためにはこのぐらいの消費が必要であるという形でここがリスクプレミアムになってそれは正の値になるということはわかりますよってこの D の中のリスク回避的な経済主体の場合リスクプレミアムは正であるというのは正しいということはわかります 次に順番を入れ替わって C ですけれどもリスク回避的な経済主体の場合期待値が大きい方を選択するとは限らないこれは何かというとリスク回避的な場合期待値が大きくてもやっぱりリスクが大きくなってしまう得れるものは大きいといってもそのリスクが大きければ必ず選択するとは限りませんそれは効用が大き,大きいとは限らないということと同じになります よってこれも正しいということがわかりますこれにより回答は A になるということがわかります